10月30日。この日、バトル・ロワイヤルは、第13回東京国際映画祭の特別招待作品として出品された。邦画では初めて、チケットが発売同時に完売するという異例の事態を巻き起こした。そして、監督キャスト揃っての舞台挨拶となった。深作欣二監督、そして今回のですね、キャストの皆さんです。深作でございます。新聞などでご承知かと思いますが、早々にこの R15 というようなこの判定を受けまして、しかしこれは映画の良し悪しとは全く関係がありません。ものすごく頑張りましたので、思いっきり楽しんでください。ありがとうございます。この映画はでも残酷なストーリーで過激なシーンもたくさんあるんですが、その中にある人の、生きる強さとか、逆にすごく弱い部分とか、そういう感情を感じてみてもらえたらいいなと思います。25歳の僕が中学生の役をやらせてもらう笑ってる場合じゃないんですけれども、本当に25歳の僕がやるっていうことになった時に、周りの偉いさん方は大反対をされました。それなのに深作監督は3週間も粘って僕を使ってくれました。本当にありがとうございました。監督、この場を借りてお礼を言います。今回この作品では、生きる強さとか、あと信頼とか、そういう人の人間関係とかがすごい複雑で、見ていてもすごいハマってしまうようなストーリーだと思いますので、ぜひ、ごゆっくり見てください。ありがとうございます。一日中本当に朝から朝まで撮影とかがあったんですけど、それでも終わった後に疲れよりもすごく興奮して眠れない日々が続いたぐらい、それぐらいもう濃い現場はすごく濃かったし、映画そのものも濃いものになったと思うので、皆さんもこれを見た後に疲れたけどそれよりも興奮して今日眠れないねって、そういう風に言ってもらえたらすごく幸せです。デビュー作よりも下の役をやるということで、そうですね、恥ずかしい部分もあったんですけども、なんか、すごくいい仕上がりになっていると思うので、今日は、楽しんでいってください。そしてビートたけしさんです。よろしくお願いいたします。ウェルカム。あちらです、あちらです。どうも、役が北野先生という、本名そのままの役で、役者として選んでくれたのか、普段の生活で選んでくれたのかよく分かりませんが、おかげさまで、R 指定という見事な15歳未満お断りという、見事な指定を受けまして、非常に嬉しく思う今日この頃でございますが、とにかく、皆さん見て楽しんでください。よろしくお願いします。この熱気が少しでも年下の若者たち、に広がりますように、願わくばこの年齢の壁を突破して、さらにさらにこの若い友人たちに広がりますように、記念をいたしまして、それから皆様のこのご声援をお願いいたしまして、甚だ異例ではございますが三本締めをよろしくお願いいたします。337秒。お願いします。お願いいたします。いいよー。